ポール・ウジェーヌ・ルイ・デ・シャネルは、フランスの政治家。フランスの大統領を務めた。ポール・デ・シャネルはコレージュ・ド・フランスの教授で、元老院議員であったエミール・デ・シャネルの息子として、ブリュッセルのスカールベイクで生まれた。当時、エミールはナポレオン3世に反対したため、1851年から1859年まで追放された身であった。彼はフランス国外で生まれた大統領としては最初であった。1859年、一家は現在のパリパックパンティエーブル通り34番地に居住した。旧区のリセナポレオンを経て、1871年にバカロレアに合格し、その年に帝国大学文学部のディプロ士を取得した。1876年にエミール・デ・エド・マルセルの秘書、続いて1876年から1877年までジュール・シモンの秘書を務めた。1885年10月、ウール=ロワール県の第二市に選出された。議会では、進歩共和派の雄弁家として頭角を現し、1896年1月には副議長に選出された。これにより、彼は議会だけでなく、公衆の集会でも左翼との政争に明け暮れた。彼は1896年10月26日にマルセイユで、1896年12月27日にカルモーで、1897年4月10日に、ルーベでそれぞれ演説を行ったが、いずれも進歩派の政治と社会における目標を明快、かつ説得力のある形で表現したと評価されている。1898年6月に議会の議長に選出された後、1901年に再選されるが、1902年には落選した。しかし、1904年から1905年までの政教分離法に関する論争で、再び注目を集めた。また、外交委員会の委員にもなり、1911年の第二次モロッコ危機の時には委員長になっていた。彼は1910年に第二子として再選され、1912年5月23日に議長として選出された。このため、第一次世界大戦中にはフランスを代表する雄弁家となり、演説を何度も言った。その後、党内の大統領予備選で、ジョルジュ・クレマンソーを破り、1920年1月17日に、大差でフランスの大統領に当選した。デ・シャネルはフランス第三共和制において大統領に必要とされる役割よりも、精力的に活動しようとしたが、自身の精神状況によりそれを執り行うことはできなかった。大統領を務める最中に病状が悪化し、1920年9月21日に辞任を余儀なくされた。その後は回復し、1921年1月には元老院選挙に出馬して当選、翌年に死去するまで代議士を務めた。デ・シャネルは1981年にフランスにおける死刑が廃止されるまで任期中に死刑が執行されなかった唯一の大統領であった。彼自身は死刑に長らく反対していた。デ・シャネルは1899年にアカデミー・フランセーズ会員に選出された。彼の代表作は下記である。ありがとうございます。